はい、村づくり系女子の春さんがいよいよガチで物を持ってきました。これをじゃあお願いしようかな。はい、はい、はい、運ばれております。劇的な進化を遂げるのかな。ここに来て初めての引っ越しか、うん、ねえ、こんなことなかった。確かに、ね、いよいよ屋根裏が搬入が始まっております。春はおーおーいよいよすごい、いやいやすごいよ。わっ、イカスあーいや、イカスイエーイ。ちょっとまだ見られたくないけど、はい、まだ、いや、この経過がね、大事なんです。うわー、イカスよ、やね、裏すごいじゃん、すごっ、嬉しい。え、ありがとう、ありがとう。これは取り憑かれてるわ。そうかも、取り憑かれてる。これ取り憑かれてるこんな屋根裏が今進展中。まだ、まだ恥ずかしいレベルなんですよ、これで。恥ずかしいです。お見せできる状態じゃないと。さて、ちょっと待って、ちょっとまだライト取り憑かれたように、ライトまだつけるんで待ってくださいね。あ、そう、まだ光ってるところから見せたい。光ってるところ、気がついて、ピッ。おお、いや、昨日の夜もここでクソヤバい儀式が行われたからねそのためにハルさんが突き動かされてたという説があるほど。あら、はい、来ました屋根裏一旦これは、はい、これね、これね。でもこの空間が昨夜伝説を生んだけど、これは後々語られてくるやつや。メガネワイングラス、あら、おっしゃれ、あら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 、太鼓の世界観です、はい、いた、ここから数々の伝説が作られて、まあもう昨日の夜生まれたんだけどね、とんでもない宇宙だった宇宙だったやらかしました、この人が。